松山市の水がめが危険水域です。石手川ダムの貯水率が22年ぶりに 40% を切りました。このまま雨が降らなければ3月下旬には貯水率がゼロになる恐れがあります。石手川ダムです。水位が低くなっていて壁面の土の部分がかなりあらわになってしまっています。石手川ダムの貯水率は今日午後5時現在で 39.8% と平年値の 83.3% をおよそ43ポイント下回っています。石手川ダムは9月10月の少雨により貯水率が低下、11月中旬にまとまった雨が降り一時的に回復しましたが少雨の影響で再び低下し、ついに貯水率が 40% を切りました。 40% を下回るのは22年ぶりです。このまま雨が降らなければ3月28日には貯水率が 0% になる見込みです。このため今日開かれた石手川渇水調整協議会で取水制限を強化することが決まりました。明日午前0時から農業用水はこれまでの 33.3% から 50% に、灌漑用水は 5% から 10% にそれぞれ引き上げられます。また新たに上水道の取水を 3% カットすることも決まりました。厳しい状況ではありますが、各利水者の皆様に引き続き理解を賜りながらですね、限られた水資源の有効活用に努めてまいりたいというふうに思っております。この少雨傾向に松山市も今日渇水対策委員会を開き、現在行っている 25% の減圧給水を続けることを決定。市は1人1日バケツ2杯20リットルほどの節水を呼びかけています。日本気象協会によりますと、松山市では木曜日ごろに雨が降る予想ですが、貯水率を大幅に回復させる可能性は低く、節水の徹底と恵みの雨が求められます。